お目覚めでしょうか。クリスです。朝食をお持ちしましたが。失礼します。おはようございます、ドクター。そのガウン、お似合いですよ。すぐにお食べになりますか？紅茶とカフェとラッテがございます。何でしょう。そうですが、そうなりますね。ご不満でしょうか。それぞれ別の担当がありますので。ドクター、これは職業です。あなたは明日からペンキ職人になれますか？いえ、失礼なことを言ってしまいました。申し訳ありません。お食事はサラダとピッツァを用意させていただきました。ごゆっくりどうぞ。何か不守備がございましたでしょうか。野菜ですが、では今後ライスはお出ししないよう取り計らいます。お食事が済みましたらお呼びください。失礼いたします。今のところ特に業務はございませんので、器具や薬品のチェックをされたらいかがでしょう。あとはお屋敷の中や庭をご覧になるのもご自由にどうぞ。失礼します。
ドクター、おはようございます。内緒にしといてくださいね。実はカモメに餌をあげてるんです。パンくずが余った時とか捨てるのももったいないので。食べますよ、ほら。できるだけ上に投げた方がいいですよ。あ、失敗しちゃいましたね。やりましたね。きっと才能あるんですよ。あー、もうパンくずなくなっちゃいましたね。それは。
ですか。よかった。やっぱりドクターは頼りになりますね。相談してよかったです。よろしくお願いしますね。修理用の工具ですか？この間リアナさんが使っていたような気が。何かご用でしょうか。非常に申し訳ないのですが、この部屋への入室は禁止されております。お引き取りください。ダメと言ったらダメです。お引き取りください。何をブツブツ言っているのですか？どうしてしまったのですか？ドクター、言動が変ですよ。申し訳ございません。今一つドクターのおっしゃりたいことがわからないのですが。そんなことはないと思いますが、もしも私をおだてて部屋を覗こうなんて思っているのでしたら、諦めた方がいいです。そういったことではありませんよね。
私もそう理解しております。それでお話は以上でしょうか。それでは、私はここのお掃除がまだ残っておりますので。